いしょ。はい。それでは、リングフィットアドベンチャー、67日目やっていきましょうか。しっかりいつもの画面進めすぎちゃった。いきましょう。運動強度は今のままですよ。ね。毎回聞かれるのめんどくさいですよ。チワしていきましょう。では、よいしょ。はい、行きましょう。身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい、あれ膝を上に上げ、リングコンにタッチしましょう。行きましょう。前かがみにならないように気をつけましょう。ラスト1回。今日はね、晩ご飯どっちだっけ、はい、分かるんだよね。次はかかと上げストレッチ。ナポリタンを作るか。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。トマトパスタを作るか。するの。くるぶしが上を向くように意識しましょう。迷っております。ラスト1回。はい。ことを考えながら。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。残念ばかりの。フィットだからね。足を出すときに息を吸い、戻すときに吐きましょう。今日はね、サクッとボス。つま先はまっすぐ前に向けましょう。サクッとね。サクッとボスをすればいいかな。ラスト1回ずつ。はい、OK です。テープをかけとこう。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。下を向かずに前を見るようにしましょう。反動をつけすぎないように注意しましょう。ラスト1回ずつ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はリングフィットネスの前にちょっとした一言を。トレーニングを続けると自分の体に関心を持つようになりませんか。普段の姿勢をちょっと意識してみたり、食事の内容を気にしてみたり、健康づくりにとても大切なことですよ。普段の食事、まあどっちにするか迷ってるけど、健康にはそんなに関係ない。ただただ味の問題だからね。よし、ワールド15クイズの村、今日やっていきましょう。暑いな。ちょっと動いただけで暑い。ボス戦まで来てるんですよ、実は。ふふ。やば。待って、フィットでスキルを。OK。44。ああ、いいね。行こっか。反対腰振り強くないだって。うわー、ロシアンツイストの方が強い。声どこから声漏れてない？あ、遅れて、声が遅れてついてるんだけど。ちょっと待って。だよ、ロシアンツイストの方が強いわ。しかも攻撃力上がるし。ということは、お預けですかね。とりあえず1回戦攻撃力だけ上げるか。それがこの辺で、いや、バタバタ力弱いな。プランクス、いや、これ欲しいな。先にこっち行かなきゃダメか。万歳ツイストからの、4個あんのか、あと。1、2、いや、ここは我慢でしょう。いや、万歳腰より確かに強い騎士、お手軽なんだけどな。どうしよっかな。395でしょう。395でしょう。235だもん。全然違う。395。いや、欲しいな。しかもみんな大好き、万歳腰振りだからな。うわ、レベル上げが待ち遠しいな。いや、我慢するか。とりあえず攻撃力だけ上げて、1個上げて。
上がるものないよね。武力か。何これ。うわ、万歳プッシュ3強っ。え、マジ買えるじゃん。しかも。655だよ。マジか。なんかどっかから声聞こえてない？声が。あべ、声が遅れ続いてる原因が終わったかもしれん。二重になってたね。いやー、ちょっと待って、万歳プッシュは買おう。腕さ。腕、ちょっと待って。今フィットスキルセット、ブルグルアームじゃなくてバンゼプシ2だもんね。あ、これちょっとダメだ。買う、買います。私はバンゼプシ3を買いましょう。腹筋はちょっと後回しになっちゃったな。うん、強いから、強いから、655だから行きましょう。君はうてか闇のオーラを腹に注射させて、あ、やばい、お腹か。金セットだ。いやー、でもまあ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 大丈夫でしょ、まあ大丈夫でしょ。いや、腹筋で固めるべきだったか、これは。結局さ、だってさ、ドラゴはさ、ドラゴはさ、属性なしだからさ、いけるんじゃないと思ってる。あれ、まだった。僕を押し込んだままお腹の前まで振り下ろして、よし。これでもワンチャンあるな。あれ、おまぎが、おまぎ判定がきついんだけど今日。あべ、膝を曲げて沈み切ったら伸ばそう。あれを逃した時にちょっと軽めにやる気が。何あのお家、可愛くない？あの家可愛いじゃん、顔の形しなくて。あんま見えないけど、ほら、あー、なるほどね。あともうちょっと。そうだ。あー、一個取り逃したのが痛い。いい感じ。あべ、あー、取り逃した。本当に腹筋だねこれ。あと突然こんだけ腕やらしてるってことは、そう、腕使ってきちゃったよ。立ち腹筋だけの感覚高い。いいね。ああ、まあいいでしょう。楽しそうだな。そうだな。さてクイズの時間だ。おじさんは何をしているでしょうか。桃揚げだろ。立ちながら腹も鍛えられるからな。なんと、そうなの。正解は闇のオーラを腹に集中させて風力を高めているんだ。変な答え言うなよ。あ、本当だ、黄色になった。なるべく黄色のスキルで攻撃。マジでそんなのあるんだ。やばい、初めての展開。マジか、これは失敗したかもしれん。とりあえずいっか。なんだ、スキン持ってきたのに。そしたらなるべくしっかりとひねろ。黄色になるとかあり？
初めてだよ。まったく。あれ？ドラゴン強くない？なんかゲージ2つあるんだけど。待って、ゲージが2つある。普通のがもう一段あるんだけど、ゲージ。ちょっと待って。腹筋ガード。押し込むとき足は軽く曲げて。はい。持ってかれんなやっぱり。ああ。やばいね。さあスキルを選ぼう。いやそれやばいよ。これはちょっとやばい。あ、英雄大さんとさ、船のポーズ、これしか変わんないんだ。英雄さんのポーズ、船のポーズ強いな。あれだ、全体攻撃だからね。あれ？ゆっくり、あ、しまった。ゆっくり戻そう。足腰を鍛えて、疲れにくい体を目指そう。やばい、ドラゴンのさ、体力ゲージが2段なんだけど。まさかの2段なの。どうしよう。これは厳しい戦いになりますな。サクッと倒すつもりだったのに。全然サクッと倒れない。これは足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。軸足の膝は軽く曲げても大丈夫だよ。あ、そうなの。軽く曲げるとまあ若干かバランスが取りやすいから。で、手もってことは曲げなくてもいいよってこと。やばい、これはめちゃめちゃ大ピンチだ。それはやばいね。攻撃力アップでしょ。マジか。攻撃力アップでしょ。やばい。そして部屋が熱い。まだまだ行くよ。やばいな。結構やばいこれは。ダーク、チアバグルアーム。なるべく大きくリングコンを回そう。回して回して、やばいな。回して、やっぱ黄色買うべきだったな。レベル上げして黄色買うかな。回して、これ結構辛い戦いになるのでは。回して回して、よし、回して回して、これも全体多いか。回して回して、2体は倒せるんですけど、回して、あと半分。回して回して回して、あと20回回して、あと20回回して、なんとこれペースが遅い。回して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 、あと10回回して、あと10回あれば取り倒せないかな。回して、今削れないな。回して、あと5回回して、いや倒せないね。回して、マジか。回して、回して、回して、辛いぞこの戦いは。この戦いは辛いぞ。
腕じゃなく簡単に回復めちゃめちゃいるかも。まだだ。いやーやばいね、久々に回復いるね。これは攻撃力上がって防御力下がって、ハートが少ないよ、気をつけて。いやーやばい、久々にスムージー飲むかも。あ、まあまああるね、まあまあある、言うてまあまああった、まあまあまあ見たいか。ミッションツイスト、あーもう黄色の、黄色の押し込んでいくしかない。いやー妥協してでもあっちを買えばよかったかな。それはできないよな。でも後々長期的な戦略で見ればね、多分正しいはず。あと半分、はい、はい、はい、あと10回、はい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 、よくやりきったね。焦らないで立ち上がろう。腹筋ガード、バンバン、しっかりと押し込み続けよう。あー防御力下がってんの痛い。3ターンぐらい続くんじゃなかったっけこれ。うわー痛い。ハートが少ないよ、気をつけて。いや防御力下がるのマジやめて、マジワンパンなんですけど。行きましょう、腹筋ね、バタバタレックね。足伸ばすか。しっかりと足を上げ下げしよう。やり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 、ああ、やり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 、回数多い、めちゃめちゃ多い。無理すに割れたシックスパックを目指そう。あと30パック無理だから、普通の人はなれないから。あれあれ、なんで、よくやりきたね。はい、ねえねえ、座って。あ、うん、なになになに、レッグレイズ、貧困置き、あーはいはいはい、待って、ちょちょ、しっかり足を上げて、あ、キックだけでいいの。しっかり足を上げ続けて、よし、あ、面白いことになっちゃってるけど、もう大丈夫。顔が面白いことに、これは全然楽だよ、キープだけなら全然余裕。全然楽だもんこれ、グレイズは上げ下げしたら厳しいけど、上げてるキープは全然楽だね。いいね。あー、ただ熱くなってきちゃった、やん、汗かいちゃった、やん、よいしょ。あー、強い上げ下げコンボでいくしかない。なるべく元気よくしっかり動こう。ほんと黄色以外が効かないね、それがちょっとあれだな、不満。はい、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 
ま先を外側に向けて足を開こう、はい、1あと30回、うん、1 2、はい、1 2 1、あと半分、2 1 2 1 2 1 2、やばい長い、1あと20回、2 1 2 1 2、あれ意外と倒せるのでは、1 2 1 2、あれ意外と倒せるのでは、1 2 1 2 1 2、あれ意外と楽勝に倒せたのでは、マジで。いや、なかなか手強かったね。暑かったです。よし、レベルアップ。ギルポイントね、あと10ぐらい貯めなきゃいけない。つらい。さあ、ビクトリーポーズで、これまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。いけ。腰を下げてスクワットパワーを貯めて。あれ全身を伸ばせビクトリー。お魚さん、お疲れ山です、お疲れ山です。お疲れ山です。やっぱりすごいね、好きだお魚さんのセンス、すごい。ダメだ、ちょっと待って、ストーリーが頭にも入ってこない、これ。お疲れ山です。数十秒のね、回線落線。いや、今日もね、バールド15無事ビクトリーでございます。一回途中でビクトリー逃しかけたけど、危なかった。危なかったよ。多分ね、ラスボスお魚さんなんじゃないかなって思ってきた。真のラスボスは。あー、いやー、いいボス戦だった、いいボス戦だった。世界一の女。今日はここまで。いやー、いい良すぎるボス戦だったよ。いいなー、そういう、なんだろう、センスを見せつけたい。いいねー。こういうね、なんだろう、ディスプリの効いた人になりたい。うん。お、今日は健康的じゃない、タケちゃん。随分。あらあら、モンスターじゃないのね。いいんじゃないでしょうか。私は、この後アイスティーを飲みます。うん。それはやめな。やめな。この手のものに頼るのはやめな。安全な場所に置いておきましょう。体の前で手を組みます。なんだっけ、なんか一個思ってんだよな。あ、ゾーンか。ゾーンがずっとね、うちに眠ってるんだよな。思わなきゃ。ゾーンのカロリーオフのやつ。やっぱレッドボールが一番いいのかな。量少ないしな。ゆっくり体を戻します。モンスターとか量多いんだもん。腰の骨を支えるように手を当てます。上半身を後ろに傾け、お腹を伸ばしていきましょう。腰の後ろ側を手のひらで支えると安定します。ダメだ、引きずってる、ずっと引きずってる。今日はゆっくり体を戻します。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。梅ジュース、梅炭酸、体に良さそうだもんだって。お酒みたい。全然違うと思うよ。お酒ではないと思うんだけど。手を入れ替え、反対側に倒します。梅酒は結構香りがね、独特になるから。あ、でもサイダー割りとかにすれば。無理をしない程度にゆっくり伸ばしましょう。大丈夫？入ってない？それアルコール。一回確認して。一回確認しよう。ゆっくり体を戻します。Thank
近は馬酒風のノンアル飲料とかもあるからね。右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ、うん、ノンアル飲料ってさ、飲んでいいの？未成年の子って、まあ、アルコール入ってないからいいのか。反対側も同じように行います。でもね、ノンアル飲料はなんだろう、腰が一緒に回ってしまわないように注意しましょう。ノンアル飲料飲むぐらいだったら別のもの飲むかなっていう感じなんだよな。飲めないならね、もちろんね、飲み会とかでね、車出してますとかで、ね、飲めないけど雰囲気作りにはいいと思うんだけど。右足を前に出して腰に手を当てます。絶対いつも飲める立場だから、右の膝を曲げ、そういう時にはノンアルはもう飲まないな。よくできてるけどね、最近のノンアル飲料って。足を入れ替えます。昔のなんか、昔のっていうか何年か前のノンアルビールと比べたら、反対側も伸ばしましょう。梅酒も出てるし、日本ノンアル日本酒もあるんだよね、確かね、香りがみたいなやつ。ゆっくり体を戻します。ノンアルハイボールとかないかな。終了です。ないか。お疲れ様でした。ないな。いやー、お疲れ様でした。今日の目指しはこれです。 GI 値って何のこと。食後血糖値の上昇を示す値、他に70以上の食品は高 GI、 55以下で低 GI に分類されます。GI 値が高い食品ばかり食べていると食後血糖値が高くなり脂肪の増加につながります。 GI 値は低い方が望ましいですが、 GI 値だけに注目して食品を選ぶと栄養のバランスが偏る場合があります。また GI 値が低くても摂取量が多ければその分血糖値が上がるので注意が必要です。おお、あんま気にしないな。あんま気にしない。まあとりあえず、ああ今日もね、無事ビクトリーが決まったところで無事ビクトリーしたところで晩ご飯にしましょう。さて、ナポリタンにするかトマトパスタにするか。うん、なになに、ちょっと後で見るよ。今何も来てないよ、何も来てないよ、あげちゃん何も来てないよあれ？そっか？うん。今？どうした？13日以来何も来てないぞ。なになに？なになに？時差があるのかな？もしかして時差があるのこっちかもしれん。あー俺ノンアル？あ、いいマウスパッド使ってるね。いいマウスパッド使ってるね。紀州の梅。うん。あ、これはちゃんとしたジュースなんだ。紀州の梅スパークリングっていうジュースなんね。完全にジュースの方なんね。国産、国内産地指定果汁を使用した炭酸飲料です。うん。今度飲んでみよう。甘めかな。甘いは甘いよな。和歌山県産南高梅限定仕様だって。おー、飲んでみよう飲んでみるね。ちょっと馬娘の子でしょこれ。 目にさ、ジュース置くのやめなされや馬娘じゃないのかなこれ。目のところに帝王、これ東海帝王なの？だって一番大事な目のところがさ、目のところにジュース置くからさ。なんかキーボードもいいやつ使ってんの？もしかして。マウスは有線だけど。こんなところでやってるんだね君は。こんな環境なんだね、デスク周りは。見ちゃった。いいね、白してるんだねキーボードとかいいよなー。お、あ、ノートなんだ。いい、ノートなんね。いいね教科書写ってる、教科書写ってるよいいね
画面の中に円画面が続いてるな。あーなるほどね、外付けでキーボードつけてキーボードの方でゲームこっちで動かすんだ。不思議な光景だね、ノートパソコンにキーボードつけるって結構いいね、男の子の部屋って感じがするね。いいね、俺でバロなのね。うん、いい幻想、全然知らない目が出てきちゃった。いい幻想、あーメカニカルキーボード、メカニカル式キーボード、中国初のゲーミングブランド。5000円前後でメカニカル式が買えるんだ。天気レスもあるんだ。天気レスが主体なのかな、まあ、ゲームやる人はみんなそうだよね。私は天気ありで頑張ってます。じゃあなロジクールのやつで。いい元素ね。あ、このタイプライター風見たことあるかも。シンプルでいいね、作りがね、あんまりとかでね、光り方調整したりするの大変だからね。うん、天気レスやっぱいいよな。全然普通に普通のキーボード使ってるからさ。でもね、ショートカットキーだけは欲しいっす。ショートカットキーだけ5個だけね、5個だけでいい。ショートカットキーをお残しくださいと思っていますよ。感じでよいしょ。これないとエペ戦えないからね。ちょっと待って、ホラー写真送んのやめて、ガケちゃん。上の方は可愛いけど下はホラー写真よ。怖っ、怖ー。とりあえず運動終わったんで今日は、あ、このあと何するかだね。今バロの大会も見てて、ちょっとバロもやりたくはなってきていますが、何をするか、その前にまずどっちのパスタを作るのか考えながら、ちょっとね、あのギャラ取れるまでは頑張るわ。もう一体キャラ解放できるまで頑張る。これは大体間違ってないんでしょ。かけちゃん、この最後の写真は大体合ってるんでしょ、噂によると。そんなわけでお疲れ様でございました。それではまた何かのゲームでお会いしましょう。お疲れ様でした。